皆さん、こんにちは、ティーンではのミラクルボーイ、キングタクです。今日は、夏におすすめの麺の料理、おすすめですね、はい。あえるのもいいですね。器の卵の塩昆布のあえうどん、これおすすめ。カニカマとネギのあえそうめん、あえ物のそうめんもいいし、豆腐、あとニラどっさりのそうめん、梅かつおあえうどん、ダブルレモンうどんもいいですね。納豆かけているうどんもいいですね。おおしきゅうりはパクチー醤油、そうめん。牛丼風のうどんもいいですね。天ぷらそば風ぶっかけ方面もいいですね。あとは煮干しとキャベツのそうめんチャンプル、そうめんチャンプルもいいですね。ゴーヤチャンプルもいいけど、豚肉とししとうの焼きうどん、エビと高菜の炒めそうめんもいいですね。サルサがけも美味しいし、こういう野菜系もいいです。煮るのもいいですね。もうスープそうめんもいいし、カレー南蛮、鶏塩うどん、海苔そうめん、厚揚げとトマトの乳麺もうまそう。乳麺もうまそうですね。はい。まあ、薬味としては、まあ、トマトもそうですが、納豆の韓国のり、焼き油揚げ、ごま、ナッツ、ピーマン、玉ねぎ、のみじに、ごまレモン、オリーブ、豆板醤、なんでも美味しいですよ。トッピングなんでも OK です。焼きそばと冷やし中華も王道ですね。はい。焼きそばもなんでも OK です。あんかけとか、はい。冷やし中華も美味しそうですね。ふわたまラーメンも、はい。スパゲッティも、はい。夏にふさわしい冷製パスタもおすすめ。というわけで、夏に食べたくなる麺料理でした。バイバーイ。